無理だろこんな。どうしようどうしようどうすれば正解なの。待って、またまた東屋さんとなんやけど。やばい、東屋さん。東屋さん、俺とばっかやっとる、ほんとに。はい、ライバーイ。おー、いいボタン。宿舎一人分けかな。はい。キッチンばっかやった。夏目先生、絶対殺す。夏目先生、もうあれは、もう取っといたらいかん。夏目先生は、ほんとに。夏目先生はさっさと処分しんとな。キルしてしまわないと。怖いから。怖いから夏目先生はキル。おるかな。誰か金庫におってほしいな。あ、おった。キルしちゃおっかな。あ、おらんな。誰もいらんやけど、マジかな。おおお、ナイスボタン。結構立ってたよ。おお、うん、夏目先生どこにおんの。マジ夏目先生キルしたいんやけど、全然おらん、あの人。あ、東屋さんやん。やべ。やべ、東屋さんと一緒におったらあかん。あ、夏目先生どこ行った。これで探すか。おらんな。やば、誰とも会わん。マジか、こんなことある。待って、こっちドア開いてないで、誰もおらん。こんな人と会うことあるかよ。あ、待って、今開いとった。誰か、来た、あー、え、俺、うん、おお。え、イジさん、しろ。その踊りから始まる。夏目先生、夏目先生が、シャワー室の、はい、メインとシャワーの間のドアのちょっと右側、うん、入ってちょっと進むところにありました。はいはい、うん、で、僕は、貨物ラウンジでアーカイブからシャワーの時に夏目先生と会って、うん、はい、メインのタスクや、メインの一番右のタスクやって、シャワー、アーカイブ、ラウンジで、アーカイブ、シャワーって言った時に、うん、発見なんで、まあ、直近7秒から10秒ぐらいだと思います。サトさんは難しい。じゃあ多分砂亀目線、東屋さんがちょっと黒くなるなってことは、はい、砂亀の最初の経路がエンジンルームメイン電気室のはしごを降りたぐらいで発見なんですよね、うんうん、でそのエンジンルームメインのドアを開けた時に東屋さんがと連れ違ったんですよ、その扉の部分で。はい、あってます。で、電気室ではしご降りたらピカさんかな、確かすれ違ったのは。うん、だから多分ピカさんがその後多分まあエンジンルーム行ったのかなぐらいの思いながら。いや、シャワーです。あ、じゃあ下発見したの、ピカクロさんも。先端さんが発見する前にドアにくっついてるのを見て、その後先端さんがあの夏目先生を発見したって感じに見えてます、私は。なるほど、はい。で、東屋のルートを、話すと、メインホール脇で右上の除染を真っ先にやりました。で、その除染やった後に配線やった時にピカクロスさんが来たのかな、多分ちょっと停電中だったんであれなんですけど、はい、うん、でピカクロスさんを、除染に置いた後にメインホールのゴミ捨てをして、でその後エンジンルームに抜けたっていうような感じですね。センターさんに質問なんですけども、除染室から真下に行ったらレポートは光りますか、位置的に。いや、光んないと思う。ドアのところに行けば光るくらいだと思います。なるほど、なるほど、ありがとうございます。なるほどね。アーカイブで最後サントスさんがいたんですけど、
あ、大丈夫です。そう、私視点パンクンさん下位置関係的に夏目先生のキルは絶対無理です。あ、で直近7秒だったら夏目先生キルもパンクンさん絶対無理。貨物から上に行ってるの見てるから。はい、そう。7秒だったらでもサントスさんができるのかなと思って。サワーさんはできないです。大丈夫。センターさん視点で否定されてるから大丈夫です。はい、逆にアルマが怪しい。逆にアルマが怪しい。そのパンクンさんと最後すれ違った貨物に7秒くらいはいるから。あ、そう。ベントね。そう。はい。カッキは最終キッチンです。あ、でちょっともうちょっと情報出します。さあここでどさくさに紛れてやっちゃわないとやばいよ。あかんよ、どさくさに紛れてやっちゃわないと。カン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 。カン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 。先端キルするか。ここら辺おるやろ。おらんのかよ、マジか。嘘、おらん、嘘、おらん、こんなおらんことある？マジ？おらん。マジかよ、もう最悪や、やばい。あ、おった。サントさん、待って。サントさん、待って、ちょっと待って。ちょっと待って。殺させて。マジで。頼む。ああ。全然治んない。あら、マジで？くんか。ごめんなさい。ああ、展望デッキかキッチンだなってことは。ああ、まあいや、ちょっととりあえずごめんなさい。一回この死体するし。展望デッキ。あ、いや、展望今最後。サントさんと僕です。あ、俺もいました。オッケー。どっちの話します？いや、もうちょっと僕先に喋らせてください。シャワー、アーカイブ、ラウンジ、貨物って言って、僕貨物の金庫を覚えて全部見てて死体確認のために。でここにないんですよ。でバイタルもバイタル前上くらいまで到達できてるんで、僕はもう一個の死体が下か左側にあると思ってるから、うん、かなり柿さん怪しいと思う。で他の人間をだいたい右側で見てるから。あー、そうね。どうやっていったんですか。 あ俺貨物にアルマさんのルートは今言いましたよ。シャワー、アーカイブ、ラウンジ、メイン。てかまずそもそもアーカイブシャワー間で先端さんとすれ違ってるし、その後アーカイブでサントスさんともすれ違ってるし、貨物ラウンジ間でパンクさんともすれ違ってる。下に行ったイメージがありました。停電中だったんで。ああ、そうですね。上行ってます。はい。ごめんなさい、ミートしました。はい。アルマさん言ってるのはあってて、貨物に残す前までは私見てるんで、そこまでのルートは正しいです。大丈夫です。はい。LG さんが貨物とかにいなかったっていう前提であれば、あの、アルマさんは。カキさんのルートも知りたい。あ、僕は夏目先生キルが怪しい。はい。はい。いいことだよね。俺はエンジンでアルマさんと湧いて、メイン、エレキ、請求キッチン。で、その間にあったのは、アルマさんだけ。うん、だからめっちゃ、エレキ組の人は会わなかった。エレキ組の人と会ってないと思う。誰か。ペカさんと会ってない。誰か目撃情報ありますか。私、停電中にエレキで降りてますけど。停電中にね、私エレキに降りて給電やって、戻るときに砂溜めさんとするって、うん、あ、その前に一回バイタルをチェックして、バイタルチェックしたときには、夏目先生が死んでいて、LG さんが生きていて、その後、砂溜めさんとすれ違ってシャワーの方に向かったってルートだから、だいぶ前に柿さん抜けてんだろうなって感じ。で、今の、アルマさんとこで会ったんですか。最初です。エンジン脇しただけです。あ、OK です。今のキルに関して今のキルが多分たくさん容疑者なんだよな。セキュリティキッチン展望まで走って死体発見して、ただし展望の先一丁、キッチンの上は確認しないので、そこにある可能性はあります。ごめんなさい、死体一丁見た。今の話はしてもいいと思う、うん。もうサントスさんやれんかったの、マジで痛いんやけど、本当に痛い。やば、これどうにかして誰かを殺さんといかんな。どうするどうする。あー、誰もおらんな。あ、待てよ、ここ空いてるな。あ、おった、来た。助けて、マジか。いや、もうこれやるしかねえよ。やべ、いっぱいおる。もう無理だろ、こんな。どうしよう。どうすれば正解なんだ。あ、ピカさん見てました。見てる、大丈夫です。アルマピカクロスで柿さん切ってるの見てます。
おお、はい、ドサキルになりそうだったので僕は瞬時に離れました。マジか。で、やばマジか。判断すごい。まっすぐ抜けてて、アルマさんが離れてるとこまで視認してるんで、はい、あれ問題ないです。絶対かきさんは確定。で、砂亀さんってどこにいました？私、貨物で湧いちゃって、やべやべ、ボタン押しに行かなきゃって向かってる最中でした。うん、トウヤさんはどこにいます？トウヤ、昇降機右でずっと待機してます、サボタージュ。サントスさんの最終位置はおそらく展望の方です。小宮さんも鳴る前に武器庫から下に降りていくサントスさんを確認してます。なるほど。うん。まあじゃあ今日は一応マカキさん釣りとして、うん、あと一人は。アルマピカクロスはもう隠しろ運用でいいですよね、もう。で、はい、私目線だとまあじゃあトウヤさんで確定で、トウヤさんだと私目線、私で確定ってことですよね。1キル目ってカキさん、砂サメさん否定できるんじゃないですか。無理、夏目先生キル。位置関係聞いてる感じ、カキさんより砂サメさんの方が現場から遠い印象なんですけど。だから、あ、カキさんじゃん、ごめんなさい、トウヤさんか、ごめんなさい、ごめんなさい、そう、シャワーのキル、夏目先生。砂亀さんってもう一回移動経路聞いていいですか、最初のスキルの時。宿舎前で停電が起こったんですよね。で、怖くて、そこからも移動してないです、私は。宿舎前、まあ、キルされるんだったら、ここがいいやと思って、宿舎前のずっとうろうろしてて、で、停電が明けた後にエンジンルームに行って、メインの扉で、右から来るトウヤさんとすれ違って、その後はピカさんと合流って感じです、電気室で。トウヤさん、合ってます？メインホール左ですれ違ったのは合ってます。がその後どうなんだ。その後はね、エレクトリカルでピカクロと砂溜さんとすれ違っていて、時系列的に砂溜さんが証言してる時系列ともあってはいます、ね、とりあえずカキさんに入れます。で、僕いらないからちょっと2キル巻きだけ怖い、はい、あ、じゃあ私押しますので、サボタージュは直してほしい。僕右側行きます。ピカさん左お願いしていいですか。大丈夫です、お願いします。で、はい、トウヤスナザメがボタン余ってるんで、2人とも押しに行ってっていうムーブでいいと思います。で、あのボタン押されなかったらミーティングで死体発見してください。はい、ミートします。はい、いやー、アルマさん、アルマさんナイスすぎる、あれはやばい、はあ、いやいやいや、インポスターやろ、いや、インポスターやわ、そりゃそうよ、自投票して相手褒めて聞いてた。いや、だってあの一瞬で3人4人かさ取ったでさ、ドサキルいけるって思ったら一瞬ですっと、どの一瞬かわかんないけどすごかったんだね。あー面白いどういうこと。なんかあったみたいな。まあまあまあ、じゃあ砂ザメ対トウヤで、多分初手キルが多分私目線だとトウヤさんなんだろうなって思っちゃってて、うん、僕もトウヤさんかなって思ってるから、トウヤさんの弁明が聞きたい、はい、トウヤだとメインホールとシャワー室にアルマさんもシャワー通ってて、かつメインホール右側にピカクロスさんを残した状態で行ってるので、なんかそこの合間をくぐり抜けてシャワー室に行くの無理なんじゃないかって思うんですけど。で、あ、でもね、僕がシャワー通ってのめっちゃ序盤っす、はい、あー、そうなんだね。あ、それは私も気にしてます。アルマさんが上通ってるのか見てるんで、うん、結構序盤なんで、はいはいはい。で、トウヤさん目線だと、その除染から出てる時って停電だったと思うんですけど、はいはい、そうですね。うん。その後どういう経路でした？実系列的に。あ、で、ゴミ箱を1個捨ててメインホールエンジン左に行き、そこで砂亀さんとすれ違いました。で、宿舎前下のダウンロード中でエンドっていう。頑張れトウヤさん。頑張れ。うん、いや、実系列が短すぎる気がするな。私が覚えてるのは短いですね。私、停電最中にエレクトリカルまで起きて、給電タスクを上げたタイミングで停電が直って、うん、そこから数えて7秒ぐらいで心電図に到着って感じなんですよ。そのタイミングで夏目先生が死んでるって感じなんで、トウヤさんのケールだと、初戦やった後にゴミ捨てやってエンジンルーム抜けるんだと、多分そんなに時間かからない。停電最中に抜けてるぐらいのケースか。ないしは開けた直後。うん、あ、すいません。除染のあとあれですよ、あの配線やってるんですけど、まあ誤差っすよね。え、これ何やってたんだろう。じゃあ、違う、私を置いていて出てるっていう証言なんで、はい、その後の私の時系列的に時間秒数的には多分15秒ぐらい経ってるはずなんですよ。じゃあダウンロード終わってんのかな。すいません、ちょっと記憶がそこまで定かじゃないんですけど、まあとりあえずボタンを押しに行こうというムーブをしてました。その後は今日はちょっと釣ってほしいですね、どっちかを。いや、これトウヤ釣られるのか。すいません。
申し訳ない。小林さんに入れました。はい、ただ、一番怖いのは 0.0001% ぐらいピカさんの可能性もあるんですよ。え、嘘まあまあ、そんなことあるバイタルとかで切ってるっていうのと、さっきの段で僕らと合流する前に切るっていうのがあるけど、まあ。全然負けるな。いや、なんか、トウヤさんとインポスターいつもやっとるな。なんか多いですね。多いね。確かに。仲良し。仲良し。いやピカさんとアルマさんが白になったんですげえ良かった。いやーそうアルマさんのね。強かったですね私目線は。強すぎるあれは。わざと重なって離れました。すごいな。アルマステップ。